試合中頭を覗き込むことができたらさすがに俺でも勝てるんじゃねー。よいしょー。どうも両モンゴル一派の矢口です。山本です。はい、ということで前回ね、はい、韓国語ポケモンやりました。やったね。負けました。あ、惨敗してたわ。あれに代わる何かを持ってこようと思って、はいはいはい、今回持ってきたのが思考盗聴。ちょっと怪しげな雰囲気出てるねまあでも普段山本さんがアルミホイル巻いて生活してるから、ああ俺がじゃあ思考盗聴しますっていう時だけ頭外してもらって、んで山本さんの頭を覗き見るっていう感じで。まあそれは外出する時には欠かせえよな。してるやんか。そういう体で、そういう体でね、はいはい、まああの試合中何回か3回ぐらいにしようか、うん、だけあの相手の思考を読むっていうことができるようになり、はい、まあ相手の次のターンの行動が分かってしまうっていう。まあそれだいぶハンデやんの。そうそう、それで俺が勝とうということです。いや今回は負けそうな気がするよさすがに。とか言ってその勝って気持ちよくなりやがるんで。いやまあ前回も、うん、負けるつもりでやったからな今回も、気合を入れ僕は絶対負けないようにするんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ行きましょう。はい。お、見つかった。どう。俺見つかってないわいらんねんそういう変な嘘出てるからな山口って。よし、あ、やるぞ。対戦ルール決めますよ。はい、盗聴するぞ。俺はされる側やからなんとも言えへんな。おおとも言えへんまああれやな、2人ともレンタルパーティーで行くっていう前のやつと同じやな。うん、じゃあミュート、ミュートしますよ。はいはいはい、俺もするね。はい、では対戦をよろしくお願いします。見ちゃうよ。キモいな。まあ思考盗聴っていうところで相手のね、俺ちょっとだ、まず選出で1回使おうかな。3回一応あるから誰がいいなって思ってるか聞こうかな。でも3体さすがに分かるっていうのは悪いと思うから聞くわ。スカーフいいよ、強いんじゃね。これ多分あれやんな、よくあるさ、マッハパンチだな。あなたの頭の中に入っております。早ない。あなた今この6体の中で何がいいなと思っておりますか。あ、一応イーユイの技見てたよ。どれを使おうかなと思ってますか。まだ考えてないのよそれ。早いってだから。一体くれ。一体イダイトは多分入ってくると思う。承知した。なんそのシェンロンみたいなさはい、終わります。はい、はい、じゃあ帰ってください。これで一回使ったんか相手。偉大刀か。偉大刀多分さ、スイスイとかで速くなるっていう。じゃあハッサム置いておこうか。ハッサム置いて、多分これトンボとか持ってるやんな。で、ちょっと盤面を変えつつ、まあラティオスと名前の海流と、ハバ、いやオーガポンにするわ。この3体でいきましょう。あ、相手もギリギリやった、ごめんな。ステロマ機体か。あ、頑丈もマルスケもいるし、ステロマコ、まあ言った手前イダイトは入れるか。お墓参りしたいしな。とガチグマかイーユイどっちか入れたいねんな。で直帰ガチグマ、あーディンルー、まずいイーユイにしよう決められんかった。今上見て赤くなってんの確認した瞬間ドキッとした。さあよろしくお願いします。相手はディンル、まあ初手性能的にぽいよな。ハッサムかちょハッサムは俺やから俺やねんけど、あれやからトンボで一回盤面変えようか。トンボ帰り打つやろこれ絶対。ステロー巻くか。トンボ以外何押すねんこの対面。あ、そうやんな、うん、いたー。これきなあ、ハチマキとかこれ。あれじゃない、相手ここステロを入れてくると思うから。オーガ、いや待って、オーガポンでよかったんか。これね、あれウッドホーンとかパワーウィップ、ウッドハンマーは大変と思うけど、ウッドホーンは耐えると思う多分ね。カタストロフィーより地震でいいんちゃうかな。そうやな、海流出てきたらその時に技打てばいいから地震打ちます。でおそらく、あ、身代わり、全然吹き飛ばしあるもんね。地震です。そして割れるやろ。
めっちゃさ AS のつもりでいたけどそういうわけでもないんやな。これめっちゃ無意味やったかもしれん。こいつ何意識で言ってきたんや。交代とかかな多分ね。どこで思考同調しよう。じゃあ相手の次選出とか、あまあでもどうせ出るもんは一緒か。そうやな、羽ばたく神ストリンダーは投げてこうへんやろ。いやでも偉大とを入れるって言ったからそれ意識で入れてきてる可能性あるかな。ウッドホン、あこれ与えます。これ回復あるんや、知らんかった。全然やってないのバレバレや。おお盆ね、見てた見てたよ。何がおや知ってるよ。で自信するで身代わり、おお効くね。素早さそんなに振ってないから、えこれいいぶっ刺さってない、大丈夫か相手。もう回復されるけど特防にある程度固く振ってるとするやん。いや無理無理無理、耐えられへんよそれは。ちょっと思考盗聴できてるぞ。いや できてるんは分からんけど、あいいゆい、ヤオスさんいいゆい好きやねんほんま。この人いいゆい好きすぎんねんな、いつ見ても使ってる。どっちがいい？これさ気持ちよさを優先するならテラスタル、あゴーストか、これ炎テラスじゃないのね。いや炎テラス切ってちょっと行っちゃおうかなって思ったけど、火炎放射でいいような気がすんねんな。火炎放射で、いやまあ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 、ちょっとツタコンボ、いやツタコンボ普通に打つわ。火炎放射1、そんな耐えるんだ。ツタコンボ、ちょこれ甘えずにオッケー、ちゃんと打っとけばよかった。急所、いやさすがに急所なしやろ、まずい。おい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 、そしてまだ思考盗聴なしでも勝てんちゃうか。来ていない、どうよ。クソ幸せそう。まあそうか、ここで巻き返してこそ男の意地ってもんやんな。アクアジェット打ちます。思考盗聴します。はい、アクアジェット打ちました。アクアジェット、はい、うん、わかりました。あと1回やで。うん。うん、じゃあ帰ります。はい、お疲れです。相手余裕ないぞこれ。相手余裕ないぞ。まあオーガポン切りましょう。切る、アクアジェット読みで変えてへんってことは海流いい品は絶対。え、どうやろう。え、もしかしてきつくはないか。神速があかんから海流出してテラスタルテラバとか打ちたいなと思うんやけど。最終タイム、なんで悩んでんの、聞いたやん動き。なんで悩んでんだろう。いや、そうバレットパンチ痛いからできるだけテラスタル切らずに水タイプ残しときたいんやけど、来たな。海流、相手がテラスタルもし切ったらあの神速当たるかもしれんから温存しといて、ここテラスタル切って畑落とすするわ。今使うか、今再度思考盗聴します。はいはい、お墓参り押そうかなって思ってました。はい、ピンチですか。ピンチです。はい、帰ります。お疲れ様でした。お、余裕ないぞ。畑落としします。まあテラスなしでお墓参り打っとくか。はっ、でもこれ鋼テラスじゃない、飛行テラスとかあんのか、水とか。悪は、そんなん見たことないんやけど。マジか、これ普通に思考盗聴のいいところ取られてんねんけど。よしよしよし、これそうやな、テラスタル切っててもこれは削り切れてなかったから、うわーちょっとオーバーヒート打っちゃよかったな。あーそう、タスキやからね、耐えるよね。待てよ、これラス1が何ならいけんのや。おい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 、この企画終わってまうで。おいおいおい、大丈夫かい、これでいっぱい頑張ろうって言ってたじゃないの。まあ化けるつもりはないんですけど、おいおいおい、ピンチなんじゃないか。おいおいおい、何を迷っているのか。思考盗聴回数はもう0回。バレットパンチないやろ。ないっていうか、ハチマキっぽくなかった、ディン・ルーへの火力。あ、そうでもない、舐めてる、あのハッサムの火力を舐めてるか。あ、舐めてたわ、ごめんハッサム。はい、これで偉大刀を倒して
ターンエンドと。じゃオーガポンが良かったわ。はいはいはい。いや、これはな、俺悪くないわ。あの、いいユイが、あの、だらしなかったわ。ヨウさん。はい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 。ありがとうございました。いや、普通にいいところで使ったんで、しかも当長、ラストのやつ。そやんな。なんか、あれやな。なんか、楽勝でしたわ。ちょっとリベンジを求めたいね、これは。はい。俺負けてないから。なんでやね、負けてるわ。負けてない負けてない。あー、なんか、あー、すがすがしい気持ちですね。なんか片言やけど、いや普段言い慣れてないな。負けてないけど、リベンジを求めたいわ。よし、以上いっぱいということで、またまあハンデやけどな、うん、まあまあ何か、うん、良きところの具合を見つけるっていうことでいいのかな。うん、なんかまた見つけたらやりましょう。はい、お疲れさんでした。お疲れさんでした。楽しい。ポケモンが一番楽しいな。